2010年フィルエア L-410 墜落事故は2010年8月25日に今後民主共和国で発生した航空事故である。ムドロ空港から複数の空港を経由する国内定期旅客便だったフィルエアのレッド L-410V20C がバンドゥンドゥ空港への最終侵入中に墜落し乗員乗客21人中20人が死亡した。 事故原因は、乗客の一人が密輸目的で隠し持っていたクロコダイルが逃げ出したため、乗客がパニックに陥り、機体のバランスが失われたためだとされた。同系機の L-410 事故機のレッド L-410VP20C、e、は1991年に製造番号912608として製造された機体で最大19人の乗客が搭乗できた。事故機は、 フィルエアに納入される以前は、エストニアの航空会社である、エリストによって運用されていた。当該便は、ンドロ空港から、バサンゴムボリアサ空港、ボコロ空港、セメンドワ空港、バンドゥンドゥ空港を経由して、ンドロ空港に戻るという国内定期旅客便だった。乗客は、全員が、コンゴ人であった。乗員は3人で、客室乗務員は、コンゴ人だった。 機長は62歳のベルギー人で、副操縦士は39歳のイギリス人であった。機長を務めたベルギー人男性はフィルエアの経営者でもあった。現地時間13時ごろ、バンドゥンドゥ空港への最終侵入中に滑走路から 1km ほど手前の住宅街に墜落し、空き家に激突した。墜落により、乗員乗客21人中20人が死亡した。 事故の衝撃により火災が発生しなかったことなどから当初は燃料切れが原因と示唆された。救助活動の様子、今後の運輸省が事故調査を行った。事故の唯一の生存者は乗客がダッフルバッグに隠し持っていたクロコダイルが着陸直前に逃げ出したためパニックが起きたと述べた。このクロコダイルは バンドゥンドの市場でブッシュミートとして売るために持ち込まれたと推測されている。客室乗務員がコックピットに逃げ、乗客も続いて機体前方に殺到した。これにより機体の重心が前方に寄ってしまい、機体の制御が失われた。なお、パニックを引き起こしたクロコダイルは現場に手向き図の状態で発見されたが、救急隊員が待ち手で殺害した。事故後、 エデンブックスは、ダス・クローコディル・イム・フラクツイックという本を出版した。この本は旅行中の奇妙な死についてまとめたもので、フィルエアの事故も取り扱われたほか、表紙もこの事故を表したものとなっている。ありがとうございます。